それでは今回も MOD 初心者講座を実際にやってみます。今回は V-Ray ライティングを実際にやってみます。前回の記事では V-Ray マテリアルを設定しました。今回はライティングを行っていきます。まず事前準備としてマテリアル設定のために非表示にしていた HDR 画像の設定を元に戻しておきます。シェーダーツリーでエンバイラメントを選択し、カメラに可視のチェックボックスを入れます。また、エンバイラメント内に作成したプロセスを非表示にして、HDR 画像のサイドが反映されるようにしておきましょう。最初から配置されていたアイテムリストのディレクショナルライトは確認しやすくするために表示していましたが、非表示にします。アイテムリストからディレクショナルライトの目玉のアイコンをクリックして非表示にします。アイテムリストからアイテム追加、ライト、エリアライトを追加します。このライトは一番光源が強いキーライトとして使います。アイテムリストからアイテム追加、ライト、エリアライトを選択して追加します。トランスフォームを使い、回転、移動をします。今回は後ろからライトを当てて逆光気味に演出を行いたいと思います。アイテムリストでエリアライトを選択し、W キーで移動ツールを起動します。後ろからライトが当たるように E のキーで回転ツールを起動し、ライトの向きを調整します。車体のシルエットが上部は明るく、逆光による影が手前に落ちた表現になっています。エリアライトの放射輝度を 8.0 に設定します。アイテムリストでエリアライトを選択し、右側のプロパティで放射輝度を 8.0 に設定します。ここでシェーダーツリーのベースマテリアルに V-Ray マテリアルを2つ作成します。1つはグレーのマテリアルを追加します。ディフューズカラーは RGB すべて 0.5、リフレクションカラー明度 0.5 に設定します。右下のシェーダーツリーでレンダーのアイコンを選択し、レイヤー追加、V-Ray マテリアルズ、V-Ray マテリアルを選択して追加します。追加した V-Ray マテリアルの1つはディフューズカラーを 0.5 に設定します。リフレクションカラーは明度を 0.5 に設定します。2つ目は反射の強いマテリアルを追加します。ディフューズカラーは RGB すべて0、リフレクションカラーは明度 1.0、フレネルリフレクションズのチェックボックスを外します。シェーダーツリーでもう1つの V-Ray マテリアルを選択し、プロパティでディフューズカラーをすべて 0.0、リフレクションカラーを明度 1.0、フレネルリフレクションズのチェックボックスをオフにします。シェーダーツリー上で他のマテリアルより上に配置することで、影の落ち方だけを確認したい場合にはグレー色のマテリアル、映り込みの具合だけを確認したい場合には反射の強いマテリアルを使用するなど、表示・非表示を繰り返して目的に合わせて確認用として使用します。キーライトの位置や光の強さが決まったらフィルライトを追加します。キーライトの反対側から光を照らすことで逆光による手前の部分の強い影を明るく戻します。アイテムリストからアイテム追加、ライト、エリアライトを追加します。トランスフォームを使い、キーライトの反対側に移動させます。確認用の V-Ray マテリアルをオフにし、
アイテムリストで、アイテム追加、ライト、エリアライトを選択して、新しいライトを追加します。W キーで移動ツールを起動し、ライトの位置を調整していきます。スケールはすべて 40%、放射輝度の値は 2.0、シャドウタイプはなしを選びます。右側のプロパティでスケールの値をすべて 40% に変更し、放射輝度の値を 2.0 に変更しておきます。シャドウタイプはなしに設定して、このライトによる影が落ちないように設定しておきます。被写体に写り込みがあることで立体感を出すことと単調にならないようにするために白いレフ板を追加します。アイテムリストからアイテム追加、ライト、エリアライトを選択して新しいライトを追加します。W キーで移動ツールを起動し、レフ板の位置を調整していきます。確認用の反射の強いマテリアルを表示して、写り込む位置や角度を調整します。アイテムそれぞれに写り込みの部分ができ、ツヤを出せるのが好ましいです。シェーダーツリーで反射の強い V レイマテリアルの方を表示します。プレビューの様子を見ながら、白いレフ板の位置を調整していきます。強い写り込みにする場合、放射輝度を上げる必要があります。しかし、強い光源になってしまうため、V レイライト、アフェクトディフューズの項目をオフにします。写り込みだけに効果がある特殊なライトになります。白いレフ板のアイテムを選択した状態で、右側のプロパティから、V レイライトタブを表示します。アフェクトディフューズのチェックボックスをオフにします。放射輝度の値は 2.0、シャドウタイプはなしを選びます。エリアライトのタブを表示し、放射輝度の値を 2.0、シャドウタイプをなしに設定します。黒いレフ板に見立てて黒い写り込みを調整します。暗いものを写り込ませることで光が当たりすぎた部分を引き締めたり立体感を調整することができます。新たにメッシュを追加し平面のポリゴンを1枚作成します。アイテムリストからアイテム追加、メッシュを選択し新しいメッシュアイテムを追加します。インターフェース左上にあるモデルボタンをクリックすると、モデルのツールパレットを表示させることができます。立方体作成ツールを起動し、ビューポートをドラッグして、板状のポリゴンを1枚作成します。マテリアルを設定し、V レイマテリアルに変換をします。ディフューズカラーは RGB すべて0に設定します。作成した板状のポリゴンのメッシュアイテムを選択し、M のキーを押して、ポリゴンのマテリアル設定ダイアログを表示します。名称を設定し、OK ボタンを押し、マテリアルを設定します。設定したレフ板のマテリアルを選択し、右側のチェンジマテリアルズで、V レイマテリアルに変換します。ディフューズカラーは RGB すべて0に設定します。マテリアルタグの中に、レイヤー追加、特殊、シェーダーを追加し、反射以外の項目をオフにします。レフ板のマテリアルグループの中に、レイヤー追加、特殊、シェーダーを選択して追加し、反射以外の項目をすべてオフにします。確認用の反射の強いマテリアルを表示して、写り込む位置や角度を調整します。W キーで移動ツールを起動し、写り込み具合を確認しながら位置を調整していきます。ベースシェーダーの上へ位置を移動させます。ベースシェーダーより上にあると、シェーダーの効果の方が優先されて、
影等を落とさない反射だけに効果のある特殊なレフ板として使用できます。レフ板のマテリアルグループをベースシェーダーより上に移動させます。これでライティングが完了です。次回はレンダリングを行います。